誰かいないのか。稲妻鉄とスマイルマンが向かったとの連絡がありました。ジャスティスクラッシュ。飛び石ランバーはしてねえ。ご覧ください、ものすごい爆発です。怪人による被害はこれまでにない規模の拡大を続けており、現在境界側で災害レベルを判別。行くか。何者だお前は。趣味でヒーローをやっているものだ。何だその適当な設定は。私は人間どもが環境汚染を繰り返すことによって生まれた。ワクチンマンだ。地球は一個の生命体である。貴様ら人間は地球の命を蝕み続ける病原菌に他ならない。人間どもとそれが生み出した害悪文明を抹消するため、私は地球の石によって生み出されたのだ。それを趣味だと。そんな理由で地球の人である私に歯向かうとは。やはり人間。普通のパンチ。ワンパンで終わっちまった。俺は世界で一番強い男を目指していた。最強の男。それが俺の夢。キョ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 。ついに究極のステロイド、上腕二頭キングが完成した。弟よ、これを飲めば求めていた力が手に入るぞ。これ飲むの。ああ、飲みやすいようにイチゴ味にしておいたぞ。兄さん。すごい、すごいぞ弟よ。ああ、想像以上だ兄さん。俺の頭脳とお前の筋肉、最高の知力と最強の肉体を求めた俺たち兄弟が、その力を合わせれば地上の全てを征服し王になれる。緊急避難警報です。 B 市に巨大生物が出現しました。巨大生物は B 市に接近中です。近隣住民は至急避難してください。これこそ俺の求めていた最強の力だ。そうだ、蹴散らせ、見せつけてやれ。
最強の男になった感想は？って誰か乗ってる！パンツ履けよ。肩に乗ってるやつを殺せ！うそー！どうしてこうなった？やっと最強の男になれたっていうのに、誰だか知らんが、お前のせいで兄さんが死んだ。普通のパンチ。圧倒的な力ってのはつまらないもんだ。地に落ちてんじゃねえ！焼却。俺は埼玉先生の弟子、サイボーグのジェノスだ。
正義の自転車乗り、無面ライダー参上。街に落ちてんじゃねえ。プク、俺の名はよし、我々は全力で応援だ。もう逃げ場はないぞ。もう俺たち C 級の出る幕はない。歯向かった者は必ず消すのが我らの決まり。おお、俺もやるぜ。あんた A 級なら心強いぜ。俺の町に落ちてんじゃねえ。